どうもです、はい、今回ですけども最新クラブの試打動画です。ヘッドスピード40と43のアマチュア2人がアマチュアのためにある試打動画です。かー寒いね。寒いです、じゃあマイナス5度、はい、マイナス5度。じゃあ前回続き、最新クラブ週間ということで、はい、テラメド、はい、こちらです。寒くてもちょっと脳みそまで口だけじゃなくて脳もお願いします。はい、それでは QI 店 LS、はい、なんかこう店員さん曰くすごい、はいはい、ちなみにシャフトはヤマダのちょっと色違うんだよね。そう TM50S なんだけど、はい、ここがねシルバーです、はいはい、もともとあの普通のノーマルモデルは青なんだけど、はいはい、そこがシルバー。ちょっと硬いよね。うん、そうだね。あのあれの時もステルスからそうだったよね、はいはいはい、でねもう構えた感じがステルス1を思い出す。ワン、こう向こう側が膨らんで洋なし型に、これは大きさ的にはノーマルというの同じぐらいなんじゃないかなと思うけど、いやちっちゃい、全然、いやノーマルと同じだよ。あのステルスのね、ああ着替えてんのはどっちもでかいからさ。え？着替えてんは2つもでかくなってるから、ああ LS がステルスのノーマルと同じぐらい。あ、そうなんだ。あ、こんなちっちゃかったんだめっちゃちっちゃいわちっちゃく感じるよね。ちっちゃい、すごいちっちゃいこれはなんか難しく見えるよ。今日も SC4 台撮りますんで、はい、初速4パーアップでね、はい、初速4パー。あ、シャフト硬え元調子の動きだこれ。どっちも先中らしいですよ。あ、そうですかすいませんよし、はい、おえ、何？めっちゃいいぞ。マジでこんな上がる？ドストレート216。あれ、え、俺なんかいい球出たよ。あそこプラス打つと血を這うっていうでね、なんか打感が前の2つと違う。あ、はいはい、ちょっと乾いた。さらにあれだよね、ちょっと重りの位置を見せてもらっていいですか。重りは今真ん中ぐらい、位置というかこの、ね、ちょっと特徴的な感じになってるね。ここにこう食い込ますこともできるのかな。食い込ませてるみたいな、そのカバーがついてるみたいな感じ。ああそうだね。そこでなんか空気抵抗なんかなくして あれらしいよ、出てこないようにしてんだ。そう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 、あ、はい、これちょっとフェアウェイウッドの重りに似せてきてる感じだね。あ、はいはい、あれ面白いなと思った、あのフェアウェイウッドの重りは。いやっせ、はい、なんかちょっといいかも。いいあ、やっぱでもスライス気味だな、うん、ちょっと今のは打ち方が悪かった。206。おう、あれ、あ、ちょっとありがとうございます。これでした、俺が欲しかったやつ。これ欲しかったやつプラスの時に大体ねこういう感じになるの。え、あ、でもこれちょっとこすったね。開いて当たった。ああ、でもあれだね、ちょっと優しくなってるかもしれない。うん、なんか見た目よりは優しい、うん、あ、ワンタッチ、ごめんなさい。でもちょっと明らかにミス増えたかなミスショット増えた、ああ全然ミスショットばっかりだわ。優しくなかったです。これもちょっと擦ってるわ。ああ、ちょっと違うね今までと。ちょっとプラス打った時は前は低空飛行で上がんなかったけど、うんうん、どっちかというとちょっとブレが増えてきた感じですね。そうだね、今回はステルス2からちょっと上がるようになったけど、うん、今回はこういう感じにちょっと擦り系がやっぱ出てるから。そうだね、全方向出てます今ところ。結構これきついかもね。下も出てます、うん、全方向出てる上下左右全部出てますあ、ん、ワンタッチどころじゃない、ここら辺打った一回あ、これはいいよ。でも若干ちょいすら、ね、ちょっと先っちょです。はい、216。ちょっとね、明らかにこう今までの2つよりこの動きが激しいっす。はいはいはい、はい、そして難しい。
なるほどね。ラストですか。はい、じゃあただね、打感とか打音は2つより全然良くて、はい、一番こう欲しくなる感覚ではある。魔改造はできないそうだよね。魔改造はできないね。おもり取れんのかなそれ。ここネジごと取っちゃえばいけんじゃん。あ、いけるか、うん、でちょっとウェイトをこの辺に貼って、はい、鉛を貼って、打感が変わっちゃうから。ああやっぱこうなる。これだわ、ね、これが出ます。こう来た時に、ね、うん、このままこういってる感じ。なるほどね。こういう動きがない。全然極端に変わったね、うん、スライス玉が面白いんじゃないですか。はい、ちょっとじゃあプラスじゃあ LS じゃねえっていうのは分かったわ。私も打ちます。はい、はい、パテンこういいかもよ。パテン好きそうな見た目だし、洋なし型で今までね、シダでは結構好きそうだけど、割と動きもあって、あんまりこういうクラブも選んできてないよね。うん、間違いであの TSR4 は買ったけど、TSR4 それ以外あんま難しいクラブ買ったことないです。 TSR4 はなんで買っちゃったんだちっちゃいね。ちっちゃいよ。めっちゃ初代だな。初代ステルスぐらい、うん、初代ステルスを思い出す。ここがないよね。ない、用なし。でもやっぱフェースがなんか若干やっぱフック気味に見える。気のせいかな。本当？うん、今俺何も感じなかったけどな。 10.5 なのにって感じはするけどね。赤だったから前見えてたかな、たくさん。黒で俺見えなくてなんか逆にいいけど、こっちの方が。はい、黒いフェースの方が良くない。ああ、だしこのね白いラインが構えやすさがね、構えやすいよね、うん、まっすぐにしやすい。クラウンに色つけるってのもやめたんだね長年のあれからもう卒業したんだ。ちょっと手を離したが、まっすぐ行った。224っていうかね、重い。重い？ヘッド重くない？あ、本当？これあんま感じなかったけどな。さっきマックス振ってた時と全然違う。ああ。持ってかれたもん今。本当。ヘッドに詰まってる感じがあります。詰まってるね。おお、めっちゃいい球。237。いやこれ今までと違うわ。難しくなった？これがなんかね、ステルスの沸騰させる感じがするね。うん、ステルスだね。ザ・ステルス。うん。はい。232。はい。ザ・ステルスだわ。なんか、いや、俺、ハタヤンにね、できればステルスプラス使ってほしいんだよね。いや、無理ですね。なんで正直。自信がないです。自信がない。なんかでもいいと思うんだけどな。PSR4 とか買わずに本当はステルス2プラス買ってほしかったよ。でも間違いなくこれステルスより QI10 の方がいいんじゃないかなこれ。ステルスより QI10 の方がよくだいぶ良くなってる気がする。良くなってる、良くなってる。優しさがさ。うん、初代ステルスやめたいな。初代は本当にやっちゃったよね。212、はい、ちょっと手を離す機会が増えていますか。あ、ね、全然いいとこ当たってないんだけど、うん、球まとまってるね。確かに結果は、うん、畑山はね、俺はもう大乱調だったけど、うん、結果ね、今ほぼほぼいいショットないけど、うん、全部合格点あげたい。確かにラウンドではラウンドで合格点あげたい。フェアウェイから打てそう。シダ動画だったらちょっと下手くそって言われちゃうあー、これ曲がった。これはちょっと、あ、でも231、こういう球飛ぶじゃん、畑やなんかでも結構ギュインっていったね、今ちょっと曲がったね。だいぶヒルに当たりました。あー、これ飛んでそう。あ、ちょっと失速したか。
240、いいんじゃないですか。いいですね。初速も 60.3 出てるよね、うん、いや旗やん、いいんじゃないの。いや俺はちょっときついですね。見た目はどうさ。見た目はいいんだけど、うん、さっきの2つマックスとノーマルの安心感が欲しい。あ、やっぱノーマルぐらいがちょうどいいよね。これちょっと見た目は本当にちっちゃいよね。ちっちゃい。あ、多分これヘッド結構重たいんじゃないかな。これヘッドの重り今出します、ワイプで。はい、出す。なんぼっすかね。結構だよこれ。あ、結構ハードです。ハードか。シャフトも硬くなったしね。そうだね、うん、まあ、それであんまりブレなくなったのかな、逆に。 あフック玉は減ったね、そう言われてみれば。明らかにでもちょっと俺クラスは無理だったね。あのめっちゃミスしたよ急に。いやでも俺も変な当たり多くなってるよ。あ、確かにね、当たる場所、うん、多分だけどこのダウンスイングのブレがでかくなったんじゃないかな、うん。いい球の時はすごいけど、完璧です。スピン少なそう。237、はい、完璧でした。500回転、これで終わります。じゃあまとめいきましょうか。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。明らかに難しかったね。まあね、でもなんか今までのプラスとかよりは簡単かなって気はするな、ね、俺でも打ってたし。ステルス2からロースピンモデルでも優しくはなったね、うん、なったね。俺も1球目結構いい球で、球上がったもしれない。上がったしね、うん、まあ、なんかまあいわゆるロースピンの中では、はいはいはい、優しい分類に入るんじゃないかな、うん、とは思います。ちょっと右系も増えたね。これちょっとね、前回と前々回の動画よりもアライメントちょっと修正したんで、はい、それでも右出てたから、やっぱり右増えた、うん、右増えてます。片山もナチュラルスライスがちょっと出てた。ナチシュー出てたね。なんでさ、はい、あのそのやっぱ打点のばらつきが増えた感じですね、うん、ヒールに当たりやすかった気がする、俺は結構、うん、この辺当たってた気がする。俺はなんかね、地面に当たりやすかった、うん、カットボール、特大黄色の球が出てきました。特大ダフリとあのゴロ玉が急に確かにそういうのだと難しいね、やっぱね。でも使える、結構買う人俺増えるんじゃないかなって気がするんだこれ。いや優しいからね、うん、そう。全然この見た目も黒でかっこいいし。いやでもこれステルス使ってる人買えるぞ多分。これステルス1からの乗り換えかなり多いだろうね、うん、2からも買える気がするんだ俺。この色とかさ、あ、見た目が全然違うし、大人しくなったもんね、うん。ステルス1のことノーマル使ってる人とかがこれに一気に変えるっていうのはあるかも ね、 ね、見た目も同じだし、うん、優しくなったし、うん、いいんじゃないですか。いいっすね。2年後、あ、ちょっとじゃあ対戦シリーズも作りましょうか。もちろん、はい、それは今後暖かい場所でやりたいと思います。暖かい場所でもやっていきますんで、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、ではありがとうございました。